私のとっておきを見せてやろう。必殺爆笑神拳。爆笑神拳、メイドの土産に教えてやろう。この爆笑神拳、もともとは人を笑わす魔法だったんだが、俺が改良に改良を重ね、人を笑いすぎで戦闘不能にすることができるようになった。では行くぞ。なんか始まったぞ。誰だ誰だ誰だ、赤い炎のチャッカマン。これはじわじわ来るやつや。次でどうだ。お願いタッチタッチ、ここに待ち。じわじわ来る。そっちか。では次でどうだ。初めてのグルメロケで全く味を伝えられないで、リポーター。あー、美味しそうなラーメンですね。では早速いただきます。こってりとした薄味。どうやらこの爆笑神拳、精神的に副作用があるようだ。だが次で仕留めてやる。はっきょーい。怒った。爆笑神拳しっかり発動したのになぜ効かないんだ。ミカ、今こそあの魔法の使い時じゃない。あの魔法、あー、心読める。なるほど、タケンジョンさん、さっきの爆笑神拳が効かなかったのはあなたが笑いをこんな風に使いたいなんて思ってないからよ。魔法は使い手の心に影響されるわ。あなたは心から笑いを愛してるのよ。私たちでよければ話を聞くわよ。本当は自分でも分かってたんだよ。はじめはこの爆笑神拳、村の人々を笑いで幸せにしたいという気持ちから俺が5年かけて作ったんだ。さっきのギャグも俺が夏休みからずっと考えた4つなんだよ。でもそんな俺を村の人々は笑い物にしてバカにした。だからあいつらから笑いを奪い取ってやったんだよ。きっと村のみんなも今ここでクスクスっと笑った皆さんもそんな風には思ってなかったと思うぞ。分かってるよ。でも引くに引けなかったんだ。昔から俺は何をやってもダメな行き着かないの人間だったんだよ。私、勉強も運動も人一倍苦手で、自分では頑張ってるつもりなんです。だけどいつも周りのみんなには心配かけてしまっています。いつになったら頑張りが認められるんだろう。ずっと不安ながらも頑張っているんです。頑張るしかないんです。いつか努力が実ると思いながら頑張るしかないんです。私と一緒に頑張りませんか。頑張るよ。いつ努力が実るかわからないけど、これからは前向きに生きていくよ。ありがとう。なんだか君とは初めて会うのに他人とは思えないな。どこか似ている気がする。君たち魔法学校の生徒だろ。この制服のマントを見ればわかるよ。俺もあそこの卒業生だからね。校長先生には本当にお世話になったよ。実は私たち、その校長先生に頼まれてここに来たんです。そうだったのか。もしかしたらあの人は最初から全部見通しだったのかもしれない。最初から全部俺の仕業だと分かっていたからこそ、俺と共通点の多い